どうも、パフォーマンストレーナーのそうのすけです。今回ですね、JO1 さんの 3rd アルバムということで、Radio Vision っていうダンスプラクティス見たいと思います。すごい勢いで活躍されてますよね。エクイノックス。合ってますかね。はい。この JO1 さんのプロファイル、このサイト、見やすいですね。これかっこいい。このジャケットかっこいい。見やすい。ほんまに。もう、本当読めないフォントとかで、うわーなってるやつとか、全然わかんないですけどね。やっと最近ね、名前はばっこり、ハマるか言うたらちょっと自信ないですけど、河野くん、この、金城くんと佐藤くんですね。顔の輪郭がちょっと似てるんで、いつもあれ思うんですけど、最近白岩くん。白岩くんなんか、映画かわかんない、舞台かわかんないですけど、目覚ましテレビ出てましたね。なんか挨拶かなんか。木俣くんの、なんかリールコンサートでファンの方がどこで撮影したやつ。めちゃめちゃイケメンやったね。うん。で、僕のKCONのやつ、名前間違えまくり。みんな衣装一緒になると、あれ、そういや、豆ちゃんどこ行ったけど、豆ちゃんとね、この鶴ちゃん結構ね、なんだろう。こう輪郭が一緒に似てるんです。今日もね、鶴ちゃん意外と背が高いんだね。179センチあるんだね。まあ、K-POP 界の中ではね、その、高い方ではないと思うんだけど、まあまあ身長あるんだね。おー。佐藤くん182センチ。素晴らしい。うん。まあ、僕は川西くんのピッチングフォーム見て、わー、さすがと思いましたけど。はい。ちょっと余計な話ばかりすみません。行きましょう。うん、JO1 面白い。この前の本当に、セブンティーンさんの流れすごい良かった。こいつ川西くんでしょ？合ってる？パフォーマンス見よう。あ、井上楽君。木俣君。おお。僕ほら、初期の段階から紹介されて見てるじゃないですか。だからさ、あれですけど、やっぱほんと、もう、みんなこう調和してうまくなってるからっていうか、もうアーティストに完全になってきてるんで、もう誰が誰って本当わかんないな。このズバ抜けた感じがこうもうなくなってきたから。おい。あら、ちょっと翔くんぶれた。筋肉ついちゃうんだろうな、もう本当に。でもよく歌のやつ本当見てますよ。これ佐藤ね。これはね、もうすぐわかるわ。おー。金城くんですね。金城くんね。すごくいい動きしてる、ウェーブ。まあ、やっぱり。うん、おい。いいね。ミラくん、いい動きするね。ブンバ。いいね。もうさ、レン君の無駄のないこの動きよ。お、いや、川西君ほんといいよ、匠君。いいっすよね、このレン君を空気みたいに移動するからね。足になんかホバリングしてるのかっていうぐらい、浮いてるのっていうぐらい。面白い岩くんかな。あ、岩くんかわいいね、今の。おい。みんな演技もできるしね、素晴らしいですよね。自分の武器をどん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 ビルドアップしてきてね、本当に。日本でも、まあ、韓国行っても活躍できるグループがこうやって日本に出てきたというのはすごいいいことですね。あまり言えないですけど、ジャニーズさんのね、もうそうですけど、やっぱああいう事件が、僕コメントからなんとなく気づいたんですけど、ああいう事件があると結局その海外の仕事ができなくなるみたいですね。あんまり僕考えたことなかったなと思ったんです。考えたことなかったんですけど、やっぱ何事もこう世界に出ていくっていうためには会社自身も切実にやっていかなきゃいけないんだなっていう。どれだけメンバーがとんでもない技術持っててもそういった世界に出ていけないっていうのは苦しいですよね。なんかこう他のグループのね、誰か社長がこううまくピックアップしてくれればいいと思うんですけどね、なかなか。だからもう JO1 さん、INI さんもスパイキングしますもんね、やっぱね。もうやっぱもう JO1 さん、INI さん、BE:FIRST さん、もう、BE:FIRST さんもすごいですけどね、マーゼル君たちも、これら見てる日本のグループたち、いや、本当に大革命を起こしてますよ。すいません、いろいろごちゃごちゃして。おう、まみちゃん。お、いいね、レン君。おい。来た。なんか皆さんにこうどう映るかわかんないですけど、このね、アームをこう、いわゆる円形で動かすって言ったときに、なんていうんですかね、ダンスとかやってたりとかわかると思うんですけど、やってる人だったらわかると思うんですけど、なんていうのかな、相当こう大きく動かすっていうのかな、ダイナミックに、もう次元が違うぐらい、こんな手伸びるのっていうぐらい、やっぱり関節を使わないと、やっぱこういう質感になっていかないんですよね。こういうリーチもそうだし、ああ、いいっすね。おー、感触いいね。反射的な動きがすごくいいっすよね、感触。おい、スクープするね、レン君の股関節柔らけー。おい、なんでこんな制限がないんだろう。羨ましいな。おお、感触いいな、マジで本当に。おお、おい、一人だけよ、パコーンハイクしたの。これは僕の好みね。僕はもうね、なんていうのかな、チューブみたいにこう動くような感じ。チューブに皆さん重りつけてこうピョンピョンやったことはあるかわかんないですけど、なんかね、あったじゃないですか、昔こうチューブになんかボールついてこうポン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 、あんな感じですよね。あれが関節よ、点で取る。ベベベベベベ。あれにこう1個2個3個ってこうつながって、それでこう連鎖したら、僕からしたらこう骨の経路みたいに見えてくるんですけど、本当にその感じですよ。ポヨン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 って。なんだけども力みは絶対ないです。ああいうのってゴムって例えたらまたちょっとあれですけど、力むとああいう反射的なこう綺麗な動きって絶対に終わってしまうので、そのしなやかさとか、このレンクとか指先のこの綺麗さ、上品なね、そう、それね、姿勢の取り方、股関節の動き、愛想れがすごく上品だ。こういう風なテイストは僕は本当に蓮君しかまだ未だに。みんなこう微妙にね、いろいろ違うじゃないですか。雅也君は雅也君のまたこうね、めちゃくちゃアサルトな時もあるし、そう、遠心的な動きするときすごく綺麗な動きするんだけど、蓮君の場合、とにかく全部が上品。ただのバチバチの動きが入った時に、その上品さを残したのバチバチ感ね。あ、たまんないですね、あれね。でも絶対そうやって評価されてるはずですよね。うん。だってね、結構ダンスでフォーカスされて出てるぐらいですもんね。そうやって豆ちゃんのなんかこうクラシックなヒップホップ感っていうのかな。うん。すっごく力で、フィジカルがめちゃくちゃ強いと思うな。なんかその、まあ、いつも話すけどね、目覚ましのね、あれから、こう僕はまめちゃんのこと知ったので、あの時はもうめちゃくちゃ明るい少年って感じだったんだけども、多分本当はこういう風な、やっぱこのバギーな感じで着こなして、ちょっとこう目を覆うような、そういったニットとか、帽子キャップの被り方するんで、本人はやっぱそういう風なスタイル、が好きなのかもしれないですね。おい、落とす綺麗この2人。なんか結構その JO1 のメンバーのバックグラウンドなんか本当あれ本当なのかな、なんか元ジャニーズとかなんか TikTok かなんかで見ましたけど、誰かメンバーか忘れちゃったけど。なんかみんなバイト歴があるとかね。ほんまかいなっていう。おい、これ綺麗ですね。スコーン、スプリットスタンス。おー。おー。あ、いいね。これシャツが似合ってるね。コウマくんしか。コマ君と金城君。おお。これ白岩君ですよね。白岩君すごいね。綺麗な回り方するね。いちいちこういうとこピックアップするんじゃないですか。ダンサーさんはピックアップしないけど、毎回言います。なぜかって言ったら自分ができないからです。はい。自分がこういう力みのない綺麗な線作って、ただの動作かもしれないです。でも、皆さんね、自分で踊って撮影するときに、こう、ユニゾンって言って一人で踊るのと違って、こういう風なところって、何かって言うとめちゃくちゃ一人だけダサく見えるんですよ。本当に。もうだから僕、自分のなんかリハ動画とかも本当見たくなくて、でやっぱ厳しいとこだとちゃんとリハの映像を見て自分があなたと言ってごらんみたいな言われるから見なきゃいけないんですけど、ほんとねダサいです。移動とかなんかしゃがむ姿勢だったりとか、こんだけしゃがむ姿勢人に伝えてるのに自分がこう音楽聴いたり音にはめたりするともうそれ以上にダサいことがない。本当に逆に言うと僕なんかもうカチカチすぎてあなたトレーニングしに来てるのみたいな、そんな雰囲気になっちゃうんですよ。滑らかというか柔らかいというか、おいいね。翔くんこの前腕がもうさ中和用系のもうこれ前腕がもうとんでもないんですよね。でもなんかやめてほしいよな。結構日本の番組に出るからね JO1 さん、翔くん大会に出してみようみたいなそんな企画はやめてほしい本当に。あ、多分本当すぐいい結果取ると思うマジで。本当にすぐ取っちゃうと思う。本当かなり上位にすぐ入ると思うんだけど、カラーリングとかもしなきゃいけないしね、うん、この体に目をつけてほしくない。このポテンシャル一気にダンスパフォーマンスおかしくなるから本当に。どんだけスキル持ってても黒人さんみたいなああいう本当に足が長いっていうかああいう体質で背骨のなんていうの、特殊な変異なんてこう比べられないこう形だと思うんですよね。特に皆さん調べてもらったら分かると思う。個人差の70年代80年代の骨格と2000年代以降の骨格って結構変わってるんですよ。だから古いやつとソウルトレインとか見てた方、僕はあれ Facebook でよく見てたんですけど、もう全然違うんで、体のこんなに変わるっていうぐらい、ああいう骨格にならない限りはやっぱ重くなるよね。カレーのダンスはやっぱできなくなっちゃうからね。しかしこの移動してる時の このシルエットとか素質持ちすぎだもん。僧帽筋からこの後部三角筋にかけてとこの前腕の質感、もう完全に背中タイプだよね。もういやもうこの子マルチだろうね。でこんだけ踊れるようになってこんだけ筋膜の繊維動かしてたらめちゃくちゃいいと思う。このアームスの使い方好きだな、レンガ。いいね。スタッキン君ってゾーン入るよな。おお、いいね、マメちゃん。もうこれ僕もうここが僕あれなんで、もう本職なんで人の体見るのがすげえな。うえい、これもう消防士みたいな手してる。いいね。今回はあなたのダンスなんてなんて例えたらいいんだろう。そんなにガッチガチじゃないからね。結構フローだね。あ、いい丁寧な使い方する。たくみくん、このノリ見てください。もう基礎しっかり基礎やってるね。これ素晴らしいです。この本当に転換の仕方すごく綺麗にシフトして、すごく綺麗に股関節、外旋、この3人組綺麗に、筋力も綺麗になってますね。ここまで綺麗に使えたら素晴らしいですね。これはもう早取りしない人の体の使い方ですね。おお、切り返しいいな、マジで。やらけー、上品。うわ、おい、ここ見てください。もう股関節主体のこの柔らかい動き、スーッと、これほら股関節きれいに入ってくるでしょ。これもうレン君ファン見習ってほら、これきれいだね。45アングルで、こういうきれいさね。絶対脊柱のアライメントとこの頸骨のアライメントきれいに揃ってますから、絶対横から見たらこれがね、人間の線のきれいさ、僕はね好きです。本当にこう入ってくる感じのきれいな脊柱と足のライン、大腿骨のライン。うわえ、たっけえな。こういうとこあんだよね。制限されてないというか、本当に綺麗。ああ、ちょっとな、ここはだからもうあえてラフなんだろうな。こういうのもありだね。はあ、見てください、もう綺麗。もうJO1さんと多分ね、そんなに毎日のようにこれ人間ってすごくないですか、遺伝子って。本当に絶対どう考えたってこのスケジュール、フリーで移動、いろいろ撮影、レコーディング、衣装合わせ、ものすごいスケジュールだと思うんですよ。彼らの場合はね、韓国も行ってるから、もうこの前もロスかな行ってたし、どう考えたってテレビ出演もあるしリハもあるし、その中で筋トレってやってるっていうけど、正直その筋トレやる時って、まあ、皆さんもう僕らがもう何十年やってるか分かんないからですけど、そう簡単にパラッなんて気持ち的にパラッといけるようなものないし、逆に言うとこんだけエネルギー対処してたら分解されてしまうんですよ、アミノ酸が、人間って皆さんか知るか知ってないか分かんないんですけど、なんで筋肉量減っていくか知ってます？生き延びるためなんですよね、どう考えたって。なんでかっていうと貧乏だからです、我々の体のそのサイクリングって。だからこのパワーハウスのミトコンドリアっていうものがいて、そしてこの二足直立走が できて長生きできたっていう。我々は持久性に優れてた、いわゆる遺伝子を持ってるっていうふうに言われてます。まあそこのなんか大陸によってという話したらまだちょっと変わっちゃいますけど、人間根本のことになるじゃないですか。だからその中でこれだけのその体型を維持できるっていうのもやっぱり持って生まれたものなんですよね。なかなかまれに見ないから、まあ、僕らでいうともう超素質があるっていう。本当に毎回思う、毎回見て思う。なんで毎回見て思うかって、毎回体が細身になったり変形してないかなんですよね。逆にちょっとなんか盛られてる感じもするんだけど、すごいよね。みんなほとんどこう体型が変わってない中でその体型を維持できるっていうのは本当に生まれ持ったもんだなって思いますね。いや低いよな本当に。久美君絶対努力してると思う、ういいねいいね。木本君じゃないわ、今の豆ちゃんか。豆ちゃんもいいね、このエネルギー、うんいいね、野郎感出してこれ。綺麗。うわ、みんな近いよ。いいね、この近さのダンプラいいよね。この近さのダンプラをやってほしい、常に。ああ、めちゃめちゃいい。スイッチバージョン、足長えなちょっとさらっと見ます。これヘッドホンつけてるのは木本君かな。ということで今日はこれちょっと面白そうだからまた次回見ましょうか。はい、それでは。